お待たせしました。どうもどうも。2分遅刻してしまった。皆さんこんばんは、北原理恵です。どうも、元気ですか？皆さん集まってきてるかな。こっちでコメント見ますね。こんばんは。ああ、すいません。よし。どうですか皆さん、始まったってお近くの人に教えておいてください。始まったよって。10時から遅かったですかね。大丈夫ですか皆さん。明日も平日なのにこんな遅めの時間からスタートして本当に申し訳ないんですけれども、今日はちいかわの8割になってみました。ちょうどよかったですか。ああ、よかったです。それは私はね、全然大丈夫。私もこれくらいの時間の方が全然ありがたいっていうのもあれですけれども、ちょっといろいろやっててこんな時間になってしまったんですけれども、ちょっと今日の皆さんとの盛り上がり具合で今後生配信何時にやっていこうかなみたいなのを決めていけたらいいなというふうに思ってます。でもなんか最近ずっと平日にやっちゃってるので、今度ちょっと土日にちゃんと生配信やろうかなと思います。あ、そうなんですよ。今日はちょっとちいかわになってみました。32歳。あ、まだ31か。31歳だけど。見て、8割です。どうですか？なんかなんで8割の着ぐるみを買ったのかって言ったら、まあ、自分で買ったんですけど、友達がすごいちいかわにハマってて、で誕生日会を毎年やってるんですけれども、お互いで、その誕生日会で向こうがもうお互い結構ネタは尽きてきてるから、もうなんかどういう誕生日会がやりたいか申告制みたいになってて、向こうが、まあ、今ちいかわにめちゃくちゃハマってるから、なんかちいかわの誕生日会がいいみたいな感じで、なんかドンキに8割の着ぐるみが売っているから、ちょっとりっちゃんそれ買ってよって言われて、それをだから言われたんで買いに行ったんですね。あ、宮田さんありがとうございます。目からハートあげます。目からハートあげます。それで買いに行って、で私は絶対向こうがちいかわの着ぐるみを買ってくるから、お揃いでなんか双子ちいかわコーデがしたいんだろうなって思ったから8割を買いに行ったんですね。そしたら向こう別に全然ちいかわとか買ってきてなくて、なんか謎に私だけこの格好をしてお友達を出迎えるっていう、なんかすごい明るいハッピーバースデー野郎みたいになってしまいまして、あ、そうですね、さきちゃんなんですけれども、さきちゃんっていう最近よく私インスタライブアズールさんのやってるんですけれども、それでお世話になっているさきちゃんっていうプライベートでももう長い付き合いの友達が、そうだから自分はさきちゃんがチーカーになると私は思ってたんですよ。そしたら全然なんなくて、なんか私だけ8割だったんですけど、皆さんは誰が好きですか、チーカーのキャラクターの中だったら。あ、ナナちゃんありがとうございます。目からハートあげます。はい、8割誰が好きですかって言っても、私もちょっとあんま詳しくないので、
ちいかわとハチワレとウサギ、ウサギだっけ、ウサギがいることくらいしかちょっとわかんないんですけど、あ、保育士やってるので子供たちがちいかわ大好きです。おー、やっぱ子供に流行ってるんだな、ちいかわは。あ、そうそうそう、名前わからないけど喋れないウサギが好き。そう、なんかウサギ喋れないんだよね。結構なんかあれ 闇深いって聞きましたよな。闇深いっていうか結構闇深いアニメなんですよね。だからなんかこう大人にも刺さるっていうか。でも確かに私も一回さきちゃんにおすすめされて見たんですけど、なんかこれ以上見たらなんかちょっと胸が苦しくなりそうだなって思って見るのやめました。なんかすっごい可愛いんだけど、なんかなんか苦しくなる感じですよね、なんていうか胸が苦しくなる感じなんですよね。そう、そうやって聞きました。うん、はい。あ、そう、ちいかわもわーとかあーしか言わないらしいですね。でも8割しか、ちょっともう8割にも映っちゃったけど、8割しか喋んないらしくて、だからなんか8割の負担がすごい大きいんですよ。なんか8割がなんか全部フォローしてるっていうか、なんていうか8割がとにかく結構なんか大変らしいって聞いたので私も見たらきっと8割を見てきたら多分苦しくて涙が出てきちゃうんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、なんで皆さん見ても病まないように気をつけながらちいかわ楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。はい、じゃあ今日の飲み物です。以前インスタのストーリーでも紹介したんですけれども、このオーツ麦ミルク、これはすごい美味しいんですよ。皆さんおすすめです。おすすめのコーヒー飲料です。あ、そうそうそう、ハチワレタンけなげで泣けてくる時あります。そうなの、なんかハチワレがけなげで多分苦しくなっちゃうと思うのよね。だから見えないんですよね、私も。いただきます。こちらコストコでまとめ買いいたしました。はい、金太郎さん、岡田コラボでもっと好きになりました。だって、嬉しい、ありがとうございます。目からハートあげます。えいーえいー、バレンタイン動画見てくれましたか皆さん。もうホワイトデーですね。そういえばお返しもらわないとですね、岡田さんから。あ、笹メイクさん、目からハート欲しいですか、あげます。目からハート。この飲み物はどんな味ですか。こちらはですね、そうですね、コーヒー、オーツミルクラテなんですけど、なんかオーツミルクもともと好きだからなんですけど、好きだからちょっと何とも言えないんですけど、なんかそんな癖ないんで、オーツミルク飲んだことない人も飲みやすい味だと思います。はい、あ、サトルさん、こちらの岡田さんも目からハートです。えい、はい、あ、ヨリンさん、髪の毛めっちゃ長いですね。気づきましたか？目からハート。ウィー。そうなんです。超伸びました。でも今の長さめっちゃ気に入ってて、ちょっと立ち上がるわけじゃないけど、引く。長くないですか？でも今ちょっと私本当にニュージーンズにめっちゃハマってるので、でニュージーンズのみんなが本当にこれくらい、まあ、これはちょっと盛ったかもしれないけど、すっごい髪が長いんですよ。だからニュージーンズに今なりたいので、めっちゃ髪伸ばしてます。でずっと
ヘアドネーションをするために伸ばしてたので、もう結構多分30センチもうちょっとしたらいくと思うんですけど、そしたら切って髪も染めてショートにしたいなって思ってたんですけど、ショートで髪も染めたショートにしたいと思ったんですけど、今ちょっとロングが気に入りすぎて、もうちょっとロングでいようかなって思っています。巻きも可愛いって言ってくれてありがとう。自分で巻きました。なんかね、巻くのもね、多分この長さだからすごい巻きやすいんですよね。めちゃくちゃいいよね、長いの。ホワイトさん、2012年のヘイヘイヘイでファンモン好き公言してましたが、10年以上経った今も好きですか？まず目からハートあげますね。いそうですね。でもファンモンさんって今結構スタイルが変わったじゃないですか。なんで、でも最近歌番組、大型の歌番組とか見てても、歌う姿とか見てて、やっぱりすごい何年も経ってもすごく心に響く歌を歌われてくださって、あんなまっすぐなアーティストさんってなんか最近いないなって思うから、すごくやっぱりいいなというふうに思います。やすくんありがとう。えい、目からハートね。ケピピオさん、耳からハートください。耳から、いいですよ。ちょっとほじりますね。じゃあ耳よし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 ほぼ耳クソやんって感じだけどはい、はい、そう、あ、ちなみにこのね、ハチワレめっちゃね、尻尾も可愛いんで、尻尾見せれるか、見せます。可愛いよね。可愛いっすか。まあすごい雑な作りではあるんだけどただこいつのせいでちょっと座りづらいっていうところはありますね。あ、アニャさん、出遅れた、ハートちょうだいだってあります。じゃあ目からでいいですか。えっいやー、あ、そうそう、さすまたが書いてあるの。そう、よく気づきましたね。なんかこれが武器なんですよね。武器っていうか、ちょっと私もあんまり、ごめんなさい、詳しくないんですけれども、さすまたも書いてあります。細かいよね。ねえ、ちなみにさっき今日のリップ何ですかっていう質問があったんですけど、これインスタのストーリーにも書いたんですけど、もう最近めちゃくちゃネットショッピング狂いで、もう特になんか今美容赤にハマってて生配信やるたびに結構私マイブームが変わってると思うんですけど、実は最近のマイブームが美容赤で、ちょっと前から話してたと思うんですけれども、ツイッターの仕様が変わって、ホームにタイムラインにフォローしてないアカウントとかがめちゃくちゃ出てくるようになったじゃないですか。なった話ってよくいろんなとこで私してるんですけど、そしたらなんか本当にすごい美容赤が出てくるようになって、それでなんかいろんな美容赤を見ているうちに、もういろんなものが欲しくなってしまって、もうね、すごい買っちゃうようになっちゃったんです。で、今まであんまりメイクって結構こう波があるじゃないですか。めっちゃメイクにハマる時と、なんかプチプラでいいやみたいな、何でもいいやみたいな時期の波がもともとあるんですけれども、今もうめちゃくちゃメイクに興味がある時で、だからもうこの前の9点の目代わりとかも鬼ほど買ってしまったんですけれども、それで買ったリップなんですけれども、これがめちゃくちゃいいので紹介したいと思います。ちなみにもう9点の目代わりの購入品は今度インスタライブで紹介しようかなって思ってるので、でもまだ全部届いてないから、全部届いたらインスタライブでやりますね。あれどこ行ったかな。あったあった、これ本当に超かわいい、今日初めて使ったんです。ちなみにこれめっちゃおすすめ、こちらです。あ、なんか今日初めて使ったって言ったくせに汚くて恥ずかしいんですけど、こちら Into You、 はい、 YouTuber 持ちですね。この Into You のっ
で、なんかあのちょっとネットでバズってるドロリップっていうの、中国でバズってるドロリップなんですけれども、これがマジでめちゃくちゃ良かったですって言っても、今日良くないですか、ちょっとごめんなさい、ニキビがねあるんですけど、見てください。はい、いいですね。これが本当になんか私が目指してる韓国っぽい感じの唇になるんですよ。色も可愛いですよね。ちなみにこれは10番です。マット系ですね、完全に泥のような質感って言われてる泥リップっていうんですけれども、こちら10番が超ブルベ向きのカラーで、泥って泥です、あの泥です10番がブルベ向きのカラーだって言われてるんですけれども、その10番を買いました。でも2本買わないと送料が有料だったんでもう1本買ったんですけど、何色買ったっけな、そのもう1本はまだ使ってないですね。10番を今日は使ってます。またもう1本使ったら連絡します。これ本当におすすめです、すごい良かったよ。こんな感じなの分かんないね、すごいいいんですよ。だからこれが本当におすすめです。なんで最近本当美容赤マニアなんで、めっちゃこういうのすぐ買っちゃうんですよ本当に。でも超韓国っぽくなってめっちゃ満足してます。はい、早く購入品紹介したい。でも全然ちょっとまだ使ってないからな。アイシャドウはリリミューです、もう大好きな、わかるかい。でもちょっとまつげがね、かなりもうちょっとごめんなさい、1日経って落ちてきちゃっているんであれですけれども、まつげも、まつげはリリミューです。ちなみにグリッターもリリミューをゲットしたので塗ってみました。あ、ヤスくんありがとうございます。はい、あります、はい、あります。目からハート、前髪も伸びてきたな。あ、ホワイトさんまたありがとうございます、目からハートあげます。いや、あやすくんまたありがとうございます。いや、レナヒョンこと松井レナちゃんとのエピソードが聞きたいです。キタリエちゃんと同じ SK でしたよね。レナヒョンの愛称つけたのもキタリエちゃんですよね。今も仲いいんですか。レナヒョンって愛称つけたのは確かに私ですけれども、本当に果たして皆さんちゃんとレナヒョンって呼んでいましたか。呼んでくれてる人もねもちろんいたけど、なんかそんなに浸透してなかったよね多分でもレナヒョンってレナヒョンって感じだよね。でもなんか私もうちょっと全然連絡とか取ってないんですけれども、それこそ多分なんでだろう、何がきっかけかわかんない、なんかレナちゃん最近めっちゃ見ました、ネットで、だからもう一方的に一方的に見ました。今劇団新幹線出てますよね多分。私劇団新幹線に出るの、舞台に出るのが夢なので、いいなと思って多分最近 SNS を見に行ったのかな。なんで見に行ったんだ、なんで、なんかすごい一気に見ましたね。いつか何かで共演できたら嬉しいですね。美味しいオーツミルクラテ、本当に美味しい。でもこれな、なかなか売ってないんだよね多分。コストコにありますよ皆さん。何の話しよう。今日はなんか8割を着たいっていうことだけを考えてきたから、何を話すとか全然考えてなかった。どうしよう、何の話する。前回がすごい開封動画でやることいっぱいあったからさ、今回どうしよう。どうします。あ、しーちゃんの動画、ちょっと私しーちゃんがリバウンドして3サイズ測ってるやつね、まだ見てないんですよ。早く見たい。なんか私ってもともと
すごい宝物温めちゃう癖があって、なんかだからしーちゃんの宝物っていうわけじゃないかもしれないんだけど、しーちゃんとのしーちゃんの YouTube の動画もなんかもうめっちゃ体勢を整えて万全の状態で見たいんですね。なんかだからすごいまた推しの話して申し訳ないんだけど、例えばスキズがミュージックビデオを出しましたってなったら、それもえやばいやばいって出した瞬間に見るっていうよりも、あのメンタルとフィジカルを整えて環境も整えた上で大画面で見るみたいな感じでちゃんと準備してみたいタイプだから、しーちゃんのスギサイズ測る動画ももうしっかり全てを整えてみたいんですね、大画面で。なんか移動中に iPhone で見るとかそういうことはやりたくないんですしーちゃんとスキズを並べてあれなんですけど、だからまだ見れてないから早く見たいな。わかる？皆さんわかってくれますか？そう、環境を整えてみたいじゃないですか、そういうのは。なんで、はい、わかるわかる。そう、見てないままさ、あれしちゃうよね。だからそれこそ今回もスキズがこの前アルバム出したんですけど、日本のそれも DVD ついてるんですけど、まだ見てないですもん見ねよ早く見ないと。そうこうしてるうちにどんどん忘れていっちゃうんだ。あ、ドラマの最終回とか、そう、本当にそうなんですよ。私も本当にそうなんですよ。だからドラマの最終回だから、私なんかあれだ、結構最終回見てないドラマ超多くて、あ、ウロボロスも最終回見てないし、ウロボロスとか、あとなんだっけ、あの山崎賢人くんと門脇麦ちゃんのなんかキスしたら生き返るみたいなやつもう最終回見てない。だから最終回も見れないんだよね。懐かしいでしょ、ウロボロス。もう何年前って話ですよね。あ、ちなみに皆さん、そんな私ですが、ブラッシュアップライフ最終回まで見終わりました。めちゃめちゃ面白かったです。最後まで本当に面白かった。なんかすごい本当に最後まで面白くて、バカリズムさん天才すぎましたね。野呂さんがすごくお芝居が上手で最高だったし、なんかじんわり泣けてすごい良かった。うん、そう、ぶっ刺さる。世代的に流れる音楽とかもすごい刺さるし、本当にシール交換とかやってたからすごい懐かしかったですね。あ、ブラッシュアップライフ乗り損ねてる人がいますね。そう、ブラッシュアップライフは本当にどこ行ってもサイレントばりに、え、ブラッシュアップライフ見てるってなったから、本当に見ててよかった今回は乗れました。サイレントちょっと乗り遅れたんで。てかこの前ドラマが放送した後、初めて世田谷代田に行ったんですよ。世田谷、それでめちゃくちゃテンション上がりましたなんか世田谷代田って別に今まで何の気なしに私行ってたんですけど、なんかサイレントやってから、サイレント見てから行く世田谷代田すごい良かったですね。しかも全然なんか世田谷代田って気づいてなくて、何の気なしに行った駅が世田谷代田だったんですよ。で、うっみたいな、改札出るところでなんか写真撮ってる女の子たちがいて、それで気づいて、世田谷代田じゃんって思って、サイレントじゃんって思って写真撮りましたミーハーすぎ。写真撮ったんで、なんかいつか今度何かで載せれたら。でもちょっと今さら世田谷代田の写真をインスタとかに載せるの恥ずかしいんで、もしかしたらそのメールとかで送るかもしれないです、恥ずかしいから撮りますよ。帽子外すと可愛いですか？帽子してた方が可愛いと思ってたけど、外した方がいいですか？
なんか最近髪巻くの得意になってきたから髪の毛の巻き方動画とか撮ろうかなと思うけど絶対需要ないよね。でもすごい使ってるコテがそもそもめちゃくちゃ私負けなかったからつい最近まで古くて昔ドンキで買った3000円のコテ使ってるんですね。だからちょっとそれを動画に出すの恥ずかしいみたいなところはあります。ドンキで買った3000円のビダルサスーンのコテを未だに使っているのでやばいよね。10年どころじゃないと思うあのコテ。でもさそのコテでこれだけ、ま、負けるって思ったらいいよね。物持ちいい、その物持ちいいんですよ本当に。でも最近さすがに何か買い替えるとしたらアイロンかコテだなと思って、なんかあのストレートアイロンも私あのずいぶん前に高峰ちゃんに買ってもらったヘアビューロンのストレート使ってるんですけど、モフとかが泊まりに来た時になんか借りていいですかってなってこれ使ってとか言って言ったら、こんな色のヘアビューロンあるんですねって言われて、それくらい古くてもうこの色のヘアビューロンを使ってる人はいないらしくて、だからちょっとね買い替えたい。今一番買い替えたいものはコテとヘアアイロンです。ビダルサスーンのさ、ビダルサスーンのコテ昔流行ってたよねって言われてめっちゃ恥ずかしい。流行ってたよね本当に。あ、そう、ピンクと黒のコテです。佐々木吉蔵さんありがとうございます。ちょっと目からハートあげますね。はい、どうぞ。八割さん可愛いから全身見せてくださいだって。ちょっと全身映るかな。あ、階段から登場しようかな。そしたら待っててください。あ、でも靴下ダサいかも。こんな感じです。どうですか？全身見えた？はあ、どうでした？階段がめっちゃ似合うだって。嬉しい、ありがとう。ヨリンさんもありがとう。また目からハートあげます。はい、 NGT の時ミーズンに巻いてもらってて、ミーズンは青春を経てアイドルになったからってリエちゃんは言ってました。どういうことだ。あー、分かった。握手会の時とかってことだね多分。そう、なんか NGT の子たちはみんな今時だったから髪の毛をセットするのがすごい上手だったんですよ。あの自分で巻けるし編み込んだりとかできるし、でもそういうことができたんだけど、私は、まあ、私はっていうか、まあ、多分時代的なこともあるんですけど、普通に年が上だからってこともあると思うんですけれども、やっぱり自分でメイクしたりとか髪の毛セットしたりとかする前に ATB に入っちゃったから自分で髪の毛とか何もできなかったんですよ。でも本当に今ってみんなこういうお仕事をしてない子もすごく髪の毛のセットが上手だったりメイクが上手だったりするじゃないですか。現に私も今最近 TikTok とかでメイク動画を検索してみんなの中で流行ってることをめちゃくちゃ取り入れたりしてるから、だからそういうのがあるんだよね。そういうことだよね、合ってるかな。そういうことですよね。
そういうことです。ハチワレよかった、海南から降りてくるハチワレ。よいしょよいしょ。なんかこれ何、なんかちょっと出てきちゃったよ、うん、はい、愛知にはそんな文化なかったとか。いや、めっちゃありましたよ。高校1年生の頃はそれこそ本当に、確かに当時学生の頃からもう私人にやってもらうタイプだったから、お友達の藤森さんとのコラボ動画でも名前を出したんですけれども、美穂っていうすごい親友の子がいるんですけど、美穂が文化祭の時とかは当時は本当恥ずかしいんですけど、めっちゃ平成の女なんで、ここもめっちゃ盛るのが流行ってたから、ここ超盛ってた。なんかそのウルフみたいな、ここ短かったから、ここ超盛って、美穂に超盛ってもらって文化祭とかは出てました。そうだから当時から自分でやるっていうあれはなかった。うん、八割かわいい、ありがとう。ホワイトさんありがとう。また目からありますね。サーモンで集まることありますか？もう全然集まってないですよ。集まりたい。さえちゃん元気かな。横山とは実は最近ちょこちょこ会って、まあここ1ヶ月くらいちょっとまた会えてないけど、年末とか結構会ってて、年末年始だからまた集まりたいですね。でもさえちゃんすごい忙しそうだからな。もう応援してます。私はすごく面白そうなミュージカルたくさんやってるので見に行ったりとかしたいんですけどね。ちょっと私がミュージカルあんまり見ないからな。ちょっと今度見に行きます。応援しに行こう。サーモン会したら報告しますね。やっぱりこのリップすごい可愛くない？まだ落ちてないよね全然。このリップ本当に可愛いんですけど、髪の毛トゥルントゥルンになってる。本当なってる？いや私実は今一番皆さんに聞きたいことが、皆さんにっていうか会う人会う人にみんなに聞いてるんですけど、今一番の悩みが、悩みじゃないけど、なんか髪の毛超綺麗になりたくて今。だから皆さんおすすめのシャンプーあったら教えてください。本当にこれ髪今日は巻いてるからちょっと綺麗に見えてるかもしれないけどね、結構ね、なんかわかんない、私がもう今ニュージーンズにハマってて、ニュージーンズになりたいからかもしれないけど、なんかもっと腰のある黒髪になりたいんですよ。なんでなんかこう一本一本に意志を感じる黒髪になりたくて今。だからで私ってちょっと髪細いんですよね。細くてちょっとあんまり一本一本に意思がないんで、なんかそういう張りとか腰が出るシャンプーを今探してるんです。何何ちょっと待って、メモるからもう一回言って。プロミルのヘアミルク、ピーチ金木犀の香りがめっちゃいい匂いだし、ツヤツヤヘアになるよ。プロミルって何ですか？なんかの略ですか？そう、猫っけっぽいの、猫っけなの、本当にいいことだと思ってたんですけれど今までは。でも今すごい私はニュージーンズになりたいんで、ちょっと腰がね。あ、シャンプーじゃないけどお風呂でトリートメントつけてるときに櫛で溶かすといい。そうなの？で櫛はなんか高見菜ちゃんが今年の年始におねんがで櫛をくださったんですよ。で、それは使ってます。オージュアって何ですか？ちょっと待って、メモるから。ペンペン。ペンでメモるんかいって感じだけど。みんなどんどん教えて。メモるから。よいしょ。
猫っけ素敵、モフちゃんに聞いてみるのは、ごめんなさい、モフほどの強い意志はちょっといらないんですよ。あのごめんなさい、ハリと腰が欲しいって言ったんですけれども、モフちゃんほどの黒髪の強い意志はちょっと大丈夫ですね。王者は何ですか、ちょっと王者のこと詳しく教えてください、みんな。ミジャンセンはね、確かにいいよね、コスパもいいよね。そう、韓国のやつだよね。お風呂出た後、なるべく手ぐしでドライヤーの方がいいよ。お風呂上がりの濡れた髪にブラッシングはあまり良くないみたい。へえ、そうなんですね。王子は美容院でしか買えないですが、いろんな髪質に合わせて選べるシリーズです。へえ、それは絶対いいやつじゃないですか。いいね。みんなたくさんおすすめしてくれてありがとう、嬉しいよ。へえ、リトルサイエンティストのヘアミルク、なんかすごいかっこいいね。春おすすめだよ、サラサラになる。友達がこれ UNOVE って何て読むか分かんないけど、私もそのトリートメントはね使ってます。これは確かにいいよね。で今回あの Q10 の目代わりでもシャンプー買ったんですけれども、で最近それもう使ってるんですけれども、まあ、まだ使い始めたばっかりだからかもだけどね、今のところまだ そんなになんかめっちゃいいなっていう感じではないかも、なんていうか合ってるなって感じではないかも、もっといいのあるかもなみたいな。やっぱさ、ああいうのも全部使い続けないといけないし、超いいものに出会っても自分の髪質、まあ肌もだけど変わっていくから、ずっとそれでいいっていうわけじゃないんだよね。そこがすごい難しいですよね。コタクオリアの生トリートメントがすごくいいですよ。何？すごい良さそう、生トリートメントって。コタクオリア。なんかみんな詳しいし、いいね。へー、楽しいね。なんかこうやって生配信をしてて、なんか生配信するようになったじゃないですか。 YouTube 北リエチャンネルリニューアルして、結構最近ずっと頑張ってるんですけど、なんかそしたらこうやってみんなでおしゃべりとかするのすごい楽しいなと思って、なんかもっとこういう場所が増えたらいいなってことを最近すごく強く思っているから、そういう場所が作れるように今ちょっと頑張ってるんですよ。待っててください。だから皆さん、まあダメージの種類によるよね。ちなみに私はカラーはしてないんで、なんか傷んでるかって言われたら別に傷んでるっていうよりも、ほんと一本一本がちょっともうちょっと強くなった方がいいなっていう感じなんですね。だから今後ね、今のところロングにハマってるんだけど、髪染めたりしたらより髪が傷むと思ったら将来が不安でしょうがないです。でも人生で今が一番若いわけじゃないですか。こっからどんどん年を重ねていくわけだから、なるべく早いうちに髪の毛も染めたいなと思ってるんです。でもそう、なんかさ、あ、この前動画でも言ったんですけど、で、あ、ちょっとめさいね、すごいあれなんですけれども、コタのシリーズはどんな髪になりたいかで組み合わせができるので、そう、これコタ、私もすっごい美人の友達にこの前聞いたらコタ使ってるって言ってました。やっぱいいんだ、使おうかな。
ねえ。あれ、私何を今拾おうと思って、何の話してました、私今。あ、そう、まだちょっと動画になってないんですけれども、あの、メンス的ですか、ありがとうございます。今度 Vlog が出るんですけど、あっさりあっさり言うけど、今週末 Vlog なんですけど、Vlog の中で言ってるんですけど、なんか最近また結構久しぶりに声かけられることが多くて、ロケ中とかもだし、普通にご飯とか食べ行ったりとかした時とかに、好きでしたみたいな感じで言われることが最近多くて、なんでだろうと思ったんですね。まあ、別にここ最近、まあ、こう頑張ってお仕事はしてるけど、特になんて言うんだろう、まあ、めっちゃ前と状況変わるほどバズってるわけでもないし、なんで最近こんなに逆に気づいてもらえるんだろう。全然別にあんま気づかれないタイプだから、普段からって思ったんですけど、一個私気づいたんです、自分で。なんでか分かったんですよ。多分みんなが知ってる、みんなが好きだった頃のっていう言い方するとすごい語弊があるんだけど、今も好きでいてくれてるみんなありがとう、大好きです。あの、みんなが知ってた頃の、なんていうの、本当にみんな流行ってた頃ってもなんかすごい、何を言ってもなんか語弊があるんですけれど、多分みんなのイメージしてる AKB のキタリエが多分これくらいの髪の長さだったんです、多分。で、私多分これ卒業後こんなに長いの実は久しぶりで、多分やっぱ私すごい、多分 AKB の頃ってロングのイメージだったから、最近髪が長いから多分あの頃に近いから気づいてもらえるんだってことに気づいたんです、私最近。超なるほどじゃないこれ。なんかやっぱこう結構一時期短くとかしてたけど、普通になんて言うんだろう、別に AKB 流行ってた頃は好きだったけど、今は追ってないみたいな人からしたら、私が髪短くしたことなんて知らないし、イメージもないと思うんですけれども、多分この長さだと見たことある時のキタリエなんだなっていうふうにすごい気づきました。納得、自分でも超納得したの、これに最近気づいて。みたいな話をしてるんで、ぜひ今週末の Vlog も見てください。よいしょ。ここ何これ、なんか出てきちゃってんだよね。オッケー。なんか最近飲み企画連載始めたんですけど、どうですか皆さん。第1回七瀬ちゃんと一緒に飲みに行って、その後ニコと飲みに行ってるんですけれども、なんかまだ見てません、見てください。次誰と行ったらいいとか、誰と行ってほしいとかありますか。環境を整えてから見ますね。ほんとそうでした、すみません。環境を整えてから見てください。待って、でもあれ別に環境を整えてから見るほどのものじゃないっていうのもあれだけど、ものじゃないよ。おお、いっぱい来た。岡田、田島花ちゃん、地方組ゆきりん、秋元さやかちゃん、みーよん、あっちゃん、みーちゃん、ゆいはん、増田ゆかちゃん、同期とか地方組とかゆきり。ああ、そうですね、確かに。みーよんいいね、みーよんと行きたいな。みーよん誘ってみようかな。
ミオ会いたいな、最近会ってないから。ミオめっちゃ可愛いですよね。なんか最近ツイッター見てて、痩せたからかな、なんかより可愛くなったなって。でもちょっとなんか痩せすぎてる気もするから心配だったりするんですけど。ミオンと行きたい。誰かミオンに伝えといてください。ミオンに誰か伝えといて、キタリエが会いたがってたよって伝えといてください。パンケーキ姉妹懐かしいね。ミヨン行ってほしいって言ってるわ。行きましょう。ミヨン、ユーナーモギオンチャンネルとのコラボだ。ね、痩せてるよね、ミヨン。誰かミヨンに伝えてください。しーちゃんとは飲みに行きたいけど、多分しーちゃん今禁酒してるんじゃないかな、ダイエットで。そんな気がするな。どうですか皆さん、明日仕事ですか、学校ですか。私も明日はお仕事があるんですけど、しかも明日のためにまだやらなきゃいけないことを終えれてないっていう、やばい、やんなきゃ大変だ。はあ、仕事だよね、みんな一緒だよね。なのにこんな遅い時間まで付き合ってくれてありがとうね。この時間でも見てくれてる人がいるの嬉しいよ。春休み？そっか、学生は春休みか。いいなぁ春休み。めっちゃリラックスしてる感じだったから、そんなにやばいとは思わなかった。私かな、そう、やばいのよ、やんなきゃいけないのよ。ちょっと明日までにやんなきゃいけないことがいっぱいあんのよ。はぁ、大変だね。これ、この前みんな仕事だって、頑張ってね、明日仕事のみんな頑張れ、私も頑張るよ。何の話今しようとしたんだっけな。あ、でも全然関係ないんですけど、今この冷静にこっちでね、私 iPad で見てるんで、コメントこっちで見てるんですけど、こっちの方が見やすいから、これ見てて、この前山田奈々ちゃんのインスタ見てたんですよ。山田奈々ちゃんがインスタで、あと10年で40歳だからどうたらこうたらみたいなこと書いてたんですね。で、えっ、山田奈々ちゃんってめっちゃ可愛いじゃないですか。なんかあと10歳、あと10年で40の人がこんな可愛くていいのかと思って、いや、あと10年で40とかやばいわみたいな話してたら、旦那さんに、私もあと10年で40だもんねみたいなこと言ったら、いや、りえちゃんはあと8年で40だよって言われて、ってなって、あと、私あと8年で40、まあまあまあ、もう、まあそうね、もうあと3ヶ月で32だから、あと8年で40って思って、あと8年で40の人これやばいなって今ちょっとめっちゃ画面見て思った。恐ろしいです、あと8年で40か。Sweet dreams with pajamas。 40になってもこの着ぐるみを着てるくらいのメンタルで生きていけるように頑張りたいですね。40歳になってもなんか、まあ、その時にはもしかしたら YouTube がなくなってるかもしれない。いや、なくなることはないかな。なんかでもきっと新しいプラットフォームができてると思うから、その新しいプラットフォームでちゃんと
こうやってみんなとおしゃべりできてるような40歳になれたらいいですよね。そんな40になってもこうやってみんなに可愛いって言ってもらえてるといいな。ね、健康でいいよ、うん、40になってもこの顔変わらなさそうで変わらないといいね。40になったらどんな顔になってるんだろう、想像がつかないけど、楽しみだね。40の私ともおしゃべりしてね。うん、あ、ぜひ AKB じゃないりえちゃんにもぜひ会いに来てね。変わんないかな。さあ、何の話する？急に。もうでもあとちょっとで1時間だから、もうそろそろ終わりに向かおうかなとは思っているんだけど、なんか激イタ足つぼチャレンジしてほしい人2人くらいいない？あ、一緒の人なのかな。何の話する？今日何食べた？今日はね、結構食べちゃいました。パスタとか食べちゃいましたね。普通に食べてしまったんよね。今日はこれが終わったら、あ、そうだ、明日の仕事のためのやることをやんなきゃいけないんだけど、腹筋しよう、ちゃんと。うん、キスまだいます、実は。実はいます、皆さん安心してください。なんと、物を捨てられない、私。ほら、でも見て、なんかもう綿こんなんなっちゃう、なんかずれすぎて綿こんなんなっちゃいましたけど、います。ちょっとずれすぎな、またなんかちっちゃくなったらって。あ、よし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 、えいまだ無事だよ。あ、リングトゥリーさん、ありがとうございます。目から、今日目からハートあげてるんで、はいはい、あげます。 AKB の推しメンが選抜に選ばれなくて落ち込んでいます。選抜が全てじゃないけど、なんて声をかけていいか分かりません。 AKB の話ですみません。あら、そうなんだね。誰なんだろう。でも選抜が全てじゃないっていうのはさ、本当に私もすごい、自分も選抜入ったり落ちたりしてた人だからさ、すごいその通りなんだけどさ、まあ一喜一憂はしちゃうし、その子が今まで入っていたのかどうかにもよるよね。なんて声をかけていいかっていうのは、その子が今までずっと常連で入ってきてダメだったのか、それともなんか伸びてきてて入りそうダメだったなのかにもよると思うから難しいと思うんですけれども、でも変わらず応援してあげること、でもね、そう、難しいんだよね本当に。なんかさ、その時ってさ、励まし、なんかさ、褒められる言葉よりもさ、けなされる言葉の方が心に残るじゃないですか、まあ、よく言うと思う、それってよく聞くと思うけど、なんて言うんだろう、可愛い
って言われるのも嬉しいしめっちゃ刺さるけど、可愛い100件とブス1件だったらブス1件の方がなんか刺さったりとかするから、その今選抜から落ちた状態でなんか大丈夫だよって言われてもちょっともしかしたら今はまだちょっと声が届かないかもしれないから、立ち直るまで見守ってこうまた次回に向けて一緒に頑張っていこうねというふうに、長い期間をかけて声をかけてあげたらいいと思います。今はもしかしたら声が届かないかもしれないけど、イングトリーさん変わらず根気よく声かけてください。ぜひ本当にリングトリーさんも本人も言ってるけど選抜に入ることが全てじゃないと思いますから、今はそれこそ、まあ、七瀬ちゃんに会った時に思ったけど YouTube やって別のなんかジャンルで輝くとかね、そういうこともあると思いますから、なんかいろんなまたその推しの子がでもね、私そういうのもすごい素敵だなって思ってたし、なんか自分も選抜だけにこだわるメンバーでいないようにしようと思ってたけど、選抜にこだわって頑張ってる子も超かっこいいなって超思うんですよ。なんで選抜を目指すっていうのはすごく分かりやすい目標ですごいかっこいいなって思うので、なんかぜひこれからも選抜が全てじゃないからって開き直るんじゃなくて目指し続けてほしいですね。ホワイトさんありがとう、目からハートあげます。いやネタバレしたくないなら答えなくて大丈夫ですけど、4月30日 JKB の王子大集結あるらしいけど、2席のメンバーであるキタリちゃんは呼ばれていますか。ちょっとすいません、本当ですか、ちょっと存じ上げないんですけどだとしたら呼ばれてないんですけど。ヤスくんありがとうございます。はい、目からハート。トンジュースさん今日誕生日です、ハートください。だっておめでとう、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。誕生日だね、いいですね。マリオさんありがとう、目からハートあげます。えい、黒髪ロングのイメージが強いので明るい髪も似合いそう。え、似合うかな、ユキリンと飲みに行ってほしい。だってやーんだってユキリン飲み行こう。よいしょ、山崎さんちょっとあげる、目からハート。はい、ユキリンにガチ恋、ユキリンと本当に結婚したい、ユキリンと同い年、気持ち伝えるのありかな。もうそれは全部伝えてください、伝えないと思ってること気づいてもらえないですから。なんかそういえばこの前なんかユキリンなんかハーちゃんにハーちゃんと結婚したくてユキリンとテレビ出てる人いませんでした。テレビアベマかな、なんかネットで見ました、それ。いやいや、というわけでなんか気づいたらめちゃくちゃ真面目な話をしてしまったね。いつもしちゃうよね。よいしょ、なあもうそろそろ11時だからな、終わろうかな。ボイプラの話もしたかったんですけど、あのね追いついてないのよ順位発表式なんです、まだ私だから。ちょっとねボイプラの話もちょっと追いついたらするね。ななみちゃんあげます。はい、ちいかわすごい可愛いだって、ありがとう。今最後の春休みで屋久島に旅行に来てるよ。屋久島いいな、行きたい。最後の
春休みだって。お仕事頑張ってね。ホワイトさん、目から目のハートあげます。いやあっちゃん、高見田、友知、ゆきりん、れなひょん、ともみ、ひたりえちゃんが同い年ってすごいですね。確かに同い年本当に豪華なんですよ。あきちゃん、しーちゃん、ゆかちゃん、みんな同い年です。ボイプラのお話したかったんだけどね。でも推しもいますよ。ちょっとまだ内緒ですけれども誰だと思いますか？てか今ボイプラ見てる人います？なんかボイプラってボーイズプラネットっていうアベマでやってるオーディション番組なんですけど、なんか前回私ガールプラ、ガールズプラネットをなんかすごいタイミングを失っちゃって、すごいみんなちょこちょこしか見てなくてすごい後悔したので、今回はちゃんと見ようと思って見始めたのにもかかわらず、結局やっぱあれ長い、オーディション番組ってなんであんなに長いんですかね。嬉しいんですけど、長いので、ちょっと今順位発表式で止まっちゃってるんですね。第1回順位発表式で、なんでキムギュビン、キムギュビンって誰ですっけ。そうね、まだね顔と名前が一致してないんですよ。まあの本当にすごいね、ずっと語りたいなって思ってるんですけれども、なかなか本当に顔と名前がまだ一致しなくて、私にスキズを布教してくれたお姉さんがいるんですけれども、そのスキズを教えてくれたお姉さんがもうボイプラ見てるから、いろいろ TikTok とか送ってくれるんですよ。なんか TikTok とかによくなんか、いや待って、ソクマッシュめっちゃ人気やん。人気、私の友達もソクマッシュってどういう発音か、ちょっとマッシュのことはが好きって言ってましたよ。あのね、だからそのなんだろう、このバイトしてそうみたいな TikTok とかよく流れてくるじゃないですか。それを友達送ってくれるんですけど、まだあんまり顔と名前が一致してないから、なんかああわかるみたいなのがあんま全然、なんかリッキーとかそういうわかりやすい人しかちょっとまだ共感できなくて悔しいんです。キムギュビンは、グループバトルは何の歌をやってましたか。もう私の推しは、ヒントとしましては K グループにいますドデカドデカヒント、範囲ドデカヒント、 K グループに推しがいます。あでもその子が一番好きで、次にいいなって思ってる子は G グループですでか範囲広で、そのグループバトルのパフォーマンスで完全に惚れた子がいて、その完全にグループバトルのパフォーマンスで惚れた子は K グループですね。はい、そんな感じですちょっともっとね、グループは何個あるんですか？グループは今私が話してるのは K グループと G グループは韓国人のグループと、 G がグローバルって言って日本人とかアメリカ人とかいろんな韓国以外の国籍の人のグループだから99人かな出てるんだけど、それが半々で分かれてて、韓国グループと G グループ、 K グループと G グループに分かれてるって感じなんです。そんな感じです。ちょっとでも本当私も語れるほど詳しくなくて本当に申し訳ない。じゃあ今度ボイプラ最終回はもうぜひボイプラ最終回見ながら生配信できるくらい熱くなってることを祈って頑張って予想するね。この予想で当たったらマジですごい。当ててください。ついていくため見てくれるのありがとう。そんな優しいことある？ありがとうね。全然無理しないでください。長いんでめちゃくちゃ。さあさあ、さすがに11時過ぎたのでそろそろ終わりに向かいたいと思います。
ソン・ハンビン、ハンビンって誰だっけ。え、ソン・ハンビンってあのセンターの子ですか。ナッピーナーでキリングパートやってる子ですか。マーヤさん、ありがとう。目からハートあげます。はい、じゃ転職して5月から新しいお仕事が始まります。おー、頑張って。有給消化で4月は浮かれ旅行野郎になるので沖縄と福岡と韓国行ってきます。だっていいなー、行ってらっしゃい、気をつけてね。楽しそう、有給消化野郎、うらやましいです。お土産待ってます。はい、というわけでそろそろ終わりに向かいたいと思います。せっかく8割だからスクショします。よかったら、よかったらとか言ってよいしょ。はい、8割伝わる。あ、こうしよう。八割さん、八割スクショしてください。はい、いいスクショがあったらぜひ送ってください。お待ちしてます。着ぐるみ似合う、ありがとうね。着ぐるみ私もね似合うと思います。まああのキャラクター顔なんで割と。はい、というわけで今日はこの辺で、なんか次回は生配信ちょっと土日にできるといいなと思ってるので、土日にやるときもぜひ遊びに来てください。あといつかカレー作りながら生配信、お料理しながら生配信もやりたいなと思っているので、ぜひそれもお付き合い、もしやったらお付き合いよろしくお願いいたしますね。マジで良くないですかこのリップ。ずっと言ってるんだけどさ、だってさ1時間こんなに喋ってさ、こんなにおつらてを飲んでいるのに落ちてないんですよ。すごくない。ドロリップ、もう皆さんチェックしてください。これね、というわけで皆さん、あ、これね、Into You ってとこです。Into You のドロリップですね。前職買いたいくらいいんですけど、前職ください。はい、というわけで皆さん、おやすみなさい。いい夢見て、明日からもお仕事、学校、頑張ってください。応援してるよ。私も頑張ります。明日に向けて、一仕事してきます。おやすみなさい。はい、また見てね。YouTube の動画もよろしくね。出て。おやすみ。